小樽の北浜に来てます。釣れればいいですね。現在3時、奥さんが用意してくれたお弁当をちょっと早いですが食べようと思います。おいしそう。今日はちょっとヘルシー気味ですね。朝ごはんです。雨です。馬屋漁港に到着しました。めちゃくちゃ一瞬でしたね。戻ってこないかな。本当に唯一のチャンスだったらちょっと悲しいな。随分浅いとこ来てたね。
巻いた方がいいんだろうか。生で見てる感じですね。来た、なんか釣れないかな。あ、行っちゃった。早い。そっち通りました？今通り過ぎましたね。すごいな、2秒くらい通り過ぎましたね。お、来るかな。お、全部避けてるような気がする。あ、なんかいるっぽいけどな。いるけど釣れないな。お、来た来た、なんかいっぱいいる。
あそこ今行きましたよ。取りすがってちゃった。戻ってきた戻ってきた。まず巻き巻かなきゃダメだった。そうっすね、なんかいっぱいバーってきて。お、来た来た。おお、いっぱいいるいっぱいいる。消えた。あ、いるいるけど食わない。お、食った。あ、また服に。ありがとうございます。あとオンにしたんですよね。あ、はい、大丈夫だと思います。こっちはオフだったんですか。そうなんですか。それもあるあるなんですか。あと、そこで置いといたら暑くて止まってるとか。あとバケツが倒れそうなところに映ってればいいですね。あ、どうでしょうね、どこまで映ってるかちょっと分かんないですけど、なんか色ずつね、そうっすね。数回でもなんか釣れてるとこはちゃんと撮れてると思うんで、編集するには困んないくらいは。わ、いっぱい来てる。いっぱいいるいっぱいいる。いなくなった。ああ、いなくなっちゃったかな。お、来た来た来た。素通りしてるな。あ、いや、また来ましたね。すごいですね、数だけは。食い気は全然ないけど。いきなり食べようってなるんですね。おお、いけるか。あ、気落ちた。来ましたね。
わ、元気いっぱいだなこれ。こんな大きいの釣り上げるのすごいね。船で行ったんだって。あ、そうなんだ。最初朝釣れたのがこれ で、夕方釣れたのが、夕方昼から夕方にかけてかがこれ、釣り日記さんにもらったのが、今日一のヒラメです。すごい、ありがとうございます、うん、ちなみにあの自分で釣ってませんでかい、こんなでっかいの、すごいね、ありがとうございます、ありがとうございます。イワシは23匹、はい、砂漠の頑張ります。